一席お付き合いをお願いいたします。日本から遠く離れたとある国でおじいちゃんと孫が喋っておりまして。おじいちゃんおじいちゃん、うんああ、どうしたんだいおじいちゃん、この前さ、日本の名古屋っていう町に行ってきたんだよね。ああ、おじいちゃんはな、名古屋に行ってきたぞ。どんな町だったのおお、そうかそうか。じゃあ、名古屋のことを教えてあげよう。まず名古屋に着いたらな、空港で忍者が出迎えてくれた。忍者 それはおかしいよどうして忍者なんて今の時代いないよ僕だってそれぐらい知ってるよ何を言ってるんだもう仲良くなぁ手を振ってくれたり楽しく出迎えてくれたんだよそんなことありえないよだって忍者はさ世を忍ぶために人に見つからないように生きてるんだよ何を言ってるんだほらこれ見てごらんおじいちゃんな忍者と一緒に楽しく写真を撮ってもらったものすごい風が強い日だったぞ めっちゃゃバレてんじゃんじこれ大丈夫なのああ大丈夫だったみたいじゃな子供たちも手を振っておった他にもセントリアとか行ったか中部国際空港というのは食べるところもあればショッピングもできればピアノも置いてあればなイベントも時々やっている遊べる空港なんじゃへえすごいねで何か僕にお土産買ってきてくれたああそうだそうだお前になこれを見せてやろうあセントリアのマスコット謎の旅人ふーちゃんの写真じゃ おじいちゃん全然可愛くないよ <laughs> <laughs> まあそのようなことは言うな他にもな名鉄で名古屋駅へ行ってきた 名鉄ああ、名古屋駅に行くなら一番便利な東海地区の鉄道路線だよでもこの名鉄名古屋駅っていうのはな気を付けなくちゃいけないそうなのああ日本有数の忙しい駅じゃ2分に1本電車がやってくるんじゃいろんな行き先が1か所に集まってくるからどこに行くか気をつけていないと全然違うところに乗っていってしまうへえそれはすごいね。 でも僕電車好きだからさそういう駅行ってみたいなああそうかそうかそれならな地下鉄もおすすめじゃ一日乗り放題の乗車券を買うとなその日一日は名古屋の地下鉄に市バスが乗り放題になるえ市バスもああそうじゃおまけに名古屋有数の観光スポットこういったところも入場が割引になるんじゃ おーずいぶんとお得だねああお得じゃよおまけになこの一日乗車券を持ってメイグルというバスに乗るするとな名古屋城をはじめとしたこういう観光スポットに案内して連れて行ってくれるんじゃへえもう電車もいいけどバスも好きになっちゃいそうだなはあそう言うと思ったよあと他にもな名古屋城に着いたらお侍さんがおった侍がああお侍さんがおったよおじいちゃんな何も悪いことはしないのにな ズバーッと切られてしまったおじいちゃんなんか失礼なことしたんじゃないの慣れ慣れしく触ろうとしたりとかさ一緒にこう肩組もうとしたりとかああその辺はちょっと記憶が曖昧じゃがなその後はな東山動植物園に行った動植物園あーそこでもな猿におじさんみたいな声であーと叫ばれたおじいちゃんなんか変なことしたんじゃないのいやいやいや何も変なことはしないんじゃがないやたくさんの動物たちがおったよ その後はな名古屋の立派な大仏さんに会っておじいちゃん旅の安全を祈願してきた大仏さんっていうとこういう大きい仏像ああ見事な大仏様じゃったおじいちゃんも手を合わせて安全を祈願してるうちになまるで身も心も大仏様になるような心持ちじゃったていうかもうおじいちゃん緑になってないそのままな地下鉄で大須の商店街に行った 大須の商店街って言うといろんなお店があるのああいろんなお店があったよそこでおじいちゃんはな名古屋めしを食べてきた名古屋めしという名古屋のいろんなおいしい食べ物の総称じゃへえじゃあ何か僕に名古屋めしのお土産はああお土産の分もな食べてきてしまったおじいちゃんそれじゃ困るよああそれにな <laughs> 名古屋の文化で何と言っても外せないものがモーニングセットじゃモーニングセットああそうじゃ 名古屋は侍の時代から長らくお茶を飲むたしなむという文化があるのじゃがなおせっかくならばお得に楽しみたいとは思わんかもうん、確かにせっかくならお得に楽しみたいね日本にはモーニングセットといってなコーヒー一杯のお金でパンやサラダやいろんなものがついてくるというサービスがあるそうなんだああおじいちゃんが行った時にもなコーヒー一杯でいろんなものがついてきた 名古屋の文化というのはたくさんお得なものがついてくるおじいちゃんすごく伸びたねああとっても楽しいモーニングセットじゃったよ他にもな面白いものがあってな名古屋の大須というところには変わった信号機があった変わった信号機 でも信号機っていったってどこにもあるようなものじゃないのいやいやそれがそうじゃないんだよ名古屋の大須というところにたった一つだけなもう一体これは渡っていいのかそれとも止まっていいのかもうどうなのかがわからない信号機があってな。 あ,あおじいちゃんこれ本当によくわからないねお,おじいちゃんもすごく迷ってるよああわしもこの写真を撮ろうかなと思ったのにもう取りそびれてしまうぐらいなその後と大うろ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 していたらな猫カフェといって猫と戯れるかわいいカフェがあったこれもおすすめじゃいいなあ僕も猫ちゃんモフモフしたいそれにな極め付けは自動販売機じゃ日本は自動販売機が普及していてとても便利なんじゃが名古屋で見つけたのは 昆虫を食べられる自動販売機なんじゃ日本のコオロギ美味しかったなえ昆虫の自動販売機もあるうわ名古屋恐るべしその他にもな名古屋ではなクルーズも人気なんじゃ船というのもいいな海から眺める名古屋というのも実によかったクルーズ船で名古屋の港についてちょっと歩くとな大きいホールがあったんじゃ 大きいホールああ普段はここでイベントだとかいろんな会議やコンサートをしているというなとっても大きいホールに入らせてもらったさすが国際都市名古屋素晴らしかったなおじいちゃん一人だけじゃあまりにも寂しすぎないそれからなおじいちゃんはレゴランドに行ってきた。 レゴランド名古屋にもあるのああ、おじいちゃん先に行って遊んできたよすごいまんじゃったな一千万個以上のレゴブロックで作られた日本の街並みいろんな風景が再現されていたんじゃあそこに行けばな、日本の観光はコンプリートじゃすごい東京、京都、大阪、富士山ああ、そしてな、ここでお前に重大発表じゃ何おじいちゃん実はな、その昔は忍者だったんじゃよ おじいちゃんは忍者ああそうじゃレゴランドに行って忍者の練習を久々にやってきたところじゃなえ、おじいちゃん忍者になったってそれいつの話いやだいぶ昔の話じゃだいぶ昔ってどれぐらいあ,あそうじゃな200年くらい前かな生まれてないじゃないまあまあまあそんなことは置いといてな他にも素晴らしいところもあった名古屋観光で外せないのが名古屋が誇るランドマークがある久屋大通りパークじゃ 久屋大通りパークあ,あ2020年にリニューアルオープンしての日本中からいろんなお店が集まってきて実におしゃれな空間になっておった。へえー、すごい おとっても綺麗だねああ夜になるとライトアップされてな随分と夜景が綺麗じゃったよおまわりの若い人たちがみんななこのおじいちゃんをモデルに写真を撮ってくるんじゃおじいちゃんはな恥ずかしかったなそれおじいちゃんが目的じゃないよその後ろのタワーを撮りたいだけだったんじゃないのまあ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 その辺はおじいちゃんには分からんかったからなあとはな ここでな、おじいちゃんが泊まったホテルを紹介しよう。お前の好きなポイントがいくつもあるぞ。おじいちゃんどんなホテルに泊まったのんまずはな、全室が32階以上の展望で名古屋を一望できるんじゃ。すごーい遠い山々の景色までとっても綺麗に見える。ああ、それだけじゃないんじゃ。よーく下を見てごらん。日本を代表する7つの路線がここに集まってきておる。新幹線も見れるぞ。 お前の好きなな電車がいっぱい走っておるこれはなトレインビューの部屋じゃトレインビューなあ電車がいっぱい見えてなすごいねおじいちゃんどれだけ見ていても飽きないねああだからおじいちゃんなホテルのディナーや朝食もな食べ忘れてずっと下を見入っておったよ <laughs> おじいちゃんそれじゃお腹すいて大変じゃないああどうじゃこれが。 日本のの名古屋の町じゃははあ恐れ入りましたどうかおじい様、ま、僕を名古屋に連れて行ってくださいよーしこうなったらなお母さんに旅行代金の相談じゃはー